じゃあ、ゆうすけです。はい、で今回は、まあ、筋トレ後の〇〇の重要性とはっていう題名で、この動画を作成したんですけど、なぜこれ動画を作成したかっていうと、まあ、筋トレっていうのは、筋トレするだけじゃ意味がないんですね。むしろ投げるっていったことに関しては、ロールとか動作を悪化させてしまう、怪我をさらに強めてしまう可能性もあるので、これを大事にしていただきたいです。で、その〇〇っていうのは、ストレッチですね。これぐらい当たり前でしょ。やってるよっていうふうに思われるかもしれないですけど、どれぐらいストレッチが重要かっていうのはご存知でしょうか。体を柔らかくする、もちろん怪我を予防するっていうのももちろんなんですけど、筋トレをすることでパワーはつくんですけど、余計に体を動かしづらくなってしまう可能性があるんですね。例えばベンチプレスをして内胸筋をこうやっていっぱい鍛えます。そうすると前の筋肉がこうやっていっぱい発達するんです。で、筋肉痛とかになっていって力が入るじゃないですか。力が入って硬くなりやすいんですね。その状態でストレッチをしておかないと、腕がどうしてもこうやって前の方にだんだん力が入りやすいんですね。無意識的にペクって入りやすいんです。その状態でストレッチをやっておかないと、後ろの方に胸を張るっていう動作がすごくしづらくなるんですね。この動作をすると力が必要になって余計な力が入って、肩に力が入るので指先にも力が入って、ギュッて力が入って、突っ抜けたりとか、叩いたりとか、余計な力がボードに繋がってしまったりとかするんです。なので、いろいろストレッチの動画とかまた上げてはいくんですけれども、筋トレの後にはしっかりとストレッチをして、ストレッチしてギュッと力を入れた分だけしっかり伸ばして筋肉を柔らかく使う。いい筋肉っていうのは柔らかくしなやかに使える張りのある筋肉なので、まずそこをしっかりとストレッチが大事なんだ。なんで大事なのかっていうと、怪我の予防、体をスムーズに動かす領域っていうんですけど、その動かせる範囲を狭めてしまうので、そこをしっかりと保つ上でもストレッチは大事なんだよっていうところを意識して、まあ、筋トレ後のストレッチとか、あとは練習の後のダムとかも、まあ、適当にやるんじゃなくて、めんどくさいですけど、しっかりと自分の体のことなので、しっかりと意識してストレッチとかに取り組んでみてください。はい。ではこの動画は以上になります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。最後まで動画をご視聴いただきまして、ありがとうございます。もし動画を気に入っていただけたら、まあ、グッドボタンとチャンネル登録の方もお願いします。あとは公式 LINE の方で追加の方も受け付けております。で、まあ、来年の相談、まあ、テキスト、あとは動作指導ですね、まあ、動画を送っていただいて、僕の方からアドバイスさせていただきます。で、まあ、追加の方はこの下の動画概要欄の方から URL を押していただけると僕の公式 LINE に飛べるようにしてあるので、ぜひ気軽に僕の方にご連絡をください。はい。ではあなたからのご連絡をお待ちしております。では最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。